おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回はですね、いやー、誰かとカードの交換をされてしまい、サラちゃんが身代わりになってしまって、ジョー君のね幻影がもう消えなくなってしまったと、そんな絶望的状況の時に銀君が助けに来てくれて、なんとかサラちゃんも前を向くことができたというところで終わったんですけど、本当はね、その前回のパート取り終わった時にもう今日はこれで終わるかと思ってたんですけど、もうこんないいところで終われるかということで、もう続き取っちゃいますわ。なんでちょっと取り続けてるんで、滑舌がねベロベロになってしまってたら申し訳ないんですけど、セリフをねできるだけ丁寧に読んでいけたらなと思いますんで、じゃあ早速やっていきましょう。移動しましょうかね。はい、今はじゃあ銀くんが相棒ってことですな。とりあえずどこに向かうにゃ。そうだな、あ、メロンソーダ女から出口を聞き出すのはどうにゃ。サラ姉ちゃんの威圧感で泣かしてやるのは。そういえば整えるを回収したのはハンナキーか。チップを見つけるなら急いだ方がいいかもしれない。本当に泣かせに行くにゃ。焦ってるにゃーちゃんクッションも焦ってるわ。ん、なんか落ちてるね。なんだこれ、何かが落ちている。これなんだにゃ。ビデオ、なんだか見覚えがある。あー、犠牲者のビデオか。景品交換所にあったビデオか。あ、これナオさんが買った犠牲者のビデオだ。確か中身は、そうだね、警察官の服装の女性が鎖につながれて、刑事さんが頭見えるやつでしょ、これね。男性が見ている前で死の仕掛けが作動した。あの男性の後ろ姿、刑事さんに似てたけど。なお姉ちゃんが落としたわ。なんでこんなところに。犠牲者のビデオを手に入れた。他に何もないかな。他になんかすごい発音になったな。他に何もなさそうだね。ではロビー、ここには何かないね。で、憩いの場、あ、二人がいるね。カンナは静かに会話をしている。はい、ソウさんは本当に脱出のためにいろいろと。ソウさんについて話してるのか。声をかけよう。カンナ、サラさん、もう大丈夫なんですか。ああ、さっきはちょっと具合が悪くなってな。座ってください、ぜひ。いや、いいよ、カンナが先に座ってたんだから。ではカンナはサラさんの膝に座ります。いや、それよりソウさんがどうかしたのか。さっきソウさんへパソコンを返却しに行ったのですが、脱出の作戦を進めてるみたいでした。本当なのかそれ。本当にさっきの言葉は真実だったのか。きっとみんなで帰る方法をソウさんが、だからどんな役職カードを持ってたって関係ないですよ、サラさん。え、カンナ、まあそれは取り乱し方でわかるだろうなちょっと怖い。あ、でもこれあれなんだ、別に。くんくん、きゃー、やだ、おにゃー、痛いわー。ごめんなさい。叩かれちゃった。くんくん、ん、ハグしてほしいのか、銀。ほら、やめてくれわ。銀は真面目に探索中にゃそうかそうか。え、なにこれ、なるほど。あれか、銀くんは嗅覚が効くってことか、鼻が効くってことね。いやでもよかったな、今レコさんに可愛がられる銀くん。レコさんは静かに会話をしている。信じられねえよカンナ、本当にそうが。ソウさんについて話しているのか。レコさん、あ、おう。レコさんは全てを受け入れるような笑顔でポンと私の肩を叩いた。
レコさん。顔色も戻ったし、元気そうでよかったよ、サラ。すみません、あの時は。いいって、何も言うな。それより、あの後もパソコンを調べてたんだけどよ。大した情報は、なかったんだ。そうですか。もうちょっとパソコンに詳しけりゃ、なんかできそうだったんだが。そうも言ってられねえ。別の手を考えなきゃな。なるほど。ハグしてもらう。かわいい。銀は真面目に探索中にゃん。かわいすぎん。じゃあちょっとロビー行って、これなんか別に、このモードで、なんか光るよね、きっとね。いや、BGM が良すぎるなぁ。あ、なおちゃん。ん？なんかとんでもねえもん見つけちゃったけど、ちょっと後回しにしよう。他のとこも見てからにしよう。じゃあ医務室しかなかったんで、まあやるんですけど、まあその前にさ、この銀くんのさ、あの嗅覚ビンビンモードの時にさ、ワンってやるとあの耳がさ、立つのめっちゃいいね。これあれかな？耳も良くなってるのかな？さっきにちょっとなおちゃん。あ、サラちゃん、銀くん、なお姉ちゃん何してるにゃ？ちょっとハンナキーさんを探してて。ん？なぜですか？なぜハンナキーを？あ、いえ、大した理由ではないのですが、ここにいないの？うん、あ、かわいい。新しい立ち絵できてんな。結構できてるね、なおちゃん。確かに医務室に入ったのを見たんですが。なるほど。じゃあ多分ここなんだろうな、きっと。くんくん。いや、いい香りと美術室みたいな香りが混ざった感じがするわ。本当ですか？なお姉ちゃんの香りって感じにゃ。恥ずかしいです。かわいい、何このやりとり。ちょっと先にちょっとごめんね、なんか気になっちゃうからさ、ちょっとこれを。どこにいるんでしょうか？これ見せれないのか？じゃあやるしかないか。はい、これ。いや、なんか変な匂いがするわ。どんな匂いだ？ちょっと、焦げた何かの、混ざったような匂いは。何？大丈夫ですか？お二人とも。多分、そのガラス戸の中から。このガラス戸の中って、ジョー君の人形がいたとこだよな。確か、あいつの人形が。開けてみるわ。あ、銀。中には何もなかった。でも奥に続いてそうだね、なんかね。そうか。ああ、よかった。何かおかしい。まあ何かおかしくはあるのか？ここがなんか、ここにあれか。アリスさんの死体連れてきたってことなんかな、ハンナキーが。何かおかしい。待てよ。なら人形はどこへ消えてしまったんだ？うわ、シャラ姉ちゃん、この奥、続いてるわ。なんだって？もしかして、その先にハンナキーさんが、入ってみるかにゃ？行くなら私も。行くか。の前にセーブしようか。怖いね。いや、なおちゃんもな、よくわかんねえ、三島先生の偽物 AI みたいなやつに操られてる気するんだよな。真っ暗な空間が奥へ続いている。どうしよう。先へ進もう。刑事さん呼んでくれなくてよかったかな？いやー！いっぱいおる。これ全部人形か？これは？いやー！キモいにゃー！まさか全部、人形か？人形、なのか？僕とそっくりなやつまでいるわ。ああ、調べるか。じゃあ僕とそっくりなやつから見るか。右側には、銀やアリスさんなどの人形が佇んでいる。鏡を見てるみたいわ。今ちょっと動いた。変な服だ。かわいいよ。いや、かわいいよ。
可愛いよ。それは男の子に言うセリフじゃないにゃん、サラ姉ちゃん。間違えた。かっこいいと言おうとしたんだ。うん、苦しゅうないわん。可愛い。尊い存在が。いやー、もうこの子だけでも絶対に生きて返したいです。勝手に僕の人形を作るなんて肖像権の侵害だにゃん。そもそも人権すら守ってもらえてなかったわ。人権とか肖像権とかよく知ってんね。で、これは？この後ろのやつも別に調べられるわけじゃないのか。じゃあ左側かな。左には、宋さん、九太郎さん、三島先生などの人形が佇んでいる。陰キャの人形もあるにゃん。ムカつくわ。宋さん、か。パソコンに載ってた写真の人物。宋さんと同じマフラーを巻いてたんだよな。一体、どんな関係が？シャラ姉ちゃんは、陰キャをどう思うわ？え、敵だ。仲間だ。わからない。嫌い。サラちゃん的には嫌いなのかもしれないなとは思うし、敵だとも思ってるけど仲間だとも思ってそうだけど、全部感情ぐちゃぐちゃなんじゃない？わかんないわ。わからない。ソウさんが何がしたいのか、何を思ってるのか、深い部分をまだ何も知らない気がするんだ。いやそうだね。銀くんも多分同じ考えなんだろうな。陰キャの人形だけ落書きしてやろうにゃん。銀、バレるからダメ。銀がないぞ。じゃ間違った。ペンがないぞ。ペンないよ。気持ちはわかるが、ペンがないぞ。悔しいにゃん。ね、あと真ん中かな。ここの辺は調べられないもんね。はい。中央には、私や刑事さん、カンナなどの人形が佇んでいる。おい、今にも喋りかけてきそうだにゃ。でも、動き出す気配はないな。会ったことのない人の人形もありますね。おそらく、すでに犠牲になった人たちだ。別にあとないか？人形でもサラ姉ちゃんは綺麗だわ。ありがとう、銀。なんにゃ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 ん、尊い。やめる。え、でもこれどこにも別に行けないよな？なんか変なのがあるのか？これとか？違うな。ここの隙間か？バレるからダメです。ハンナキンにバレるから触っちゃダメだ。命拾いしたにゃん、陰キャ。あ、そっか。あれだ、嗅覚か。はい。あ、なんかある。ここね。もっと奥の方からも匂いがするにゃ。さらに奥へ続いているのか。ここを探したら行ってみようか。そうね。もう探したから、じゃあ、人形置き場最深部行こう。わあ、頭あった。から、ちょっとセーブしよう。ここは今ないか。まあ、とりあえず調べられるの多分この頭だけなんじゃないか。調べますか、じゃあ。ノエルの頭部が台に乗っている。ここにあったのか。これ、ノエルさんの死体じゃ。死体とは限らない。チップを探そう。今のうちにチップを探そう。はい。え？待てよ。チップってどんなものなんだ？まずい。複雑な機械とか全然わからないぞ。と、さん。喋った！もうノエル喋ることないと思ってたのに。マジか、嬉しいけどさ。いや、びっくりした。え、生きてんだ。チップが壊れない限りは生きてるってことなのかな。な、喋ったにゃ！銀、大声出した。やべ、やべ、やべ、ばばばばばばば。タブレット、また交換？こんな時に。誰ですか？出て行ってください。ハンナキ。サラさん。アクションメロンソーダ！なんだわん、これ！意識が戻ったんですね。ノエルさん。ハンナキ。
か。ふざけ、なんで、あのまま、死なせてくれなか。そうだわ、こんな悪い奴放っておけばよかったわ。なのに、まだか直す気は？俺は、治るのか。治りませんよ、あなたは。は？重要な部分を破壊されてます。あなたの命は、もって数十分です。ふざけんなよ。てめえ。なら、なんで、こんな。あなたを完成させるためです。完成、だと。ノエルさんは、自分のことを、どこまで知ってますか？俺は、父さんに作られた、最高傑作。整えるだ。それは本当の名ではありません。未完成なんです、あなたは。なんだと。ナシューさんはあなたにある感情を強く組み込みました。感情、優越感、劣等感、浮遊感。劣等感だね。劣等感か。そうです。嫉妬や憎悪を生み、より人間らしくなったと言ってもいいです。そして、本来持ち合わせるべきものを、捨てました。捨て、た。優しさ、思いやり、幸福感、性の感情、そのほとんどを、表情を作る仕組みはあっても、心からの笑顔は作れないんです。心が、ないから。本来、組み込むのは私の仕事でした。負の感情はカシューさんが、性の感情は私が。しかし、カシューさんに止められてしまった。不完全であるほど人間らしいと、いびつな人形に整えたんです。今あなたに心を返します。あなたを本当の姿へ完成させます。やめろ。ハンナキーは機械を操作し始めた。やめろ、ハンナキー。やめてくれよ。今さら心なんて、もう俺は死ぬだけなのに。やめろ、やめろ。流れ込んでくる、いらない感情が。やだ、こんなの。許してくれ、もう。私たちが奪ってしまったものの大きさは、知っておかなきゃいけないんです。そんなもの、知りたくない。今、あなたは完成するんです。心を持たない人形。整えるから。心を持った人間、心得るに。人間に、
終わりました。残酷だ。よくやった。選べねえ。選べない選択肢がいっぱいあるよ。ちょっとこれどれも選びたくないな。なんか無言もちょっとさ、逃げだと思うんだ。でも残酷だっていうのも、違うかなとも思う。だって人間に多分なりたかったんだよ。人間に対しての劣等感があったっていうのは、人間にやっぱなりたくて、羨ましくて仕方なかったっていう、そういう嫉妬だと思うから、ただよくやったっていうのも、なんか、よくやってくれた、最後に整えるのこと苦しめてくれてありがとうみたいな感じの言い方に聞こえなくもない、と思っちゃうから、いや、残酷だ、かな。そうですね。これが、私の責務ですから。ハンナキーは、ロエルの頭部をガチャガチャと触り始めた。ここロエルになったんだよね。これがチップです。え？ロエルのチップを手に入れた。探しに来たんですよね。あ、ハンナキくれるんだ。これをうまく使えば、セキュリティを無効にできます。しかし、それにはガシューさんだけが知る秘密の部屋を見つけなくてはなりません。私が言えるのはここまでです。さあ行って。え、ハンナキは何なんだ？味方なのか敵なのか本当にわからない。けど、本当に人間を作りたかった人なんだろうなって思うわ。くんくん。いやー、歯医者さんの匂いは。近づきたくないな。そうだね。ごめん、ちょっと嗅がせようとしちゃって。では、じゃちょっと戻りましょうかね。人形置き場に戻り、医務室に戻りましょう。そういえば、カード交換があったな。私は銀とナオに気づかれないように、背後でパッドを確認した。まあ、変わってないだろうなと思うけどな。身代わりのまま、か。そりゃ、そうだよな。秘密の部屋、急いで探した方がにゃ？ああ、探さないとな。私、心当たりがあります。マジ？え？本当ですか？連れて行ってください。ああ。まあ、本当ですか？本当ですか？なぜナオさんが、ある人に教えてもらいまして。人工知能の三島さんか？ある人って、それは言えません。でも、私を信じてください、サラちゃん。ね、行きましょう。あ、はい。まずはロビーへ。なんか、銀くんちょっと疑ってる感じしたね、ナオちゃんのこと。不安になってる感じあったもんな。匂いで嘘だって分かったかな。くんくん、これは嘘の匂いだって。うん、刑事さんいるね。ガシューもいるね。どうかなさいましたか？いいえ、何も。お困りであれば何でもお申し付けください。いや、ちなみにガシューさんの匂いはどんな匂いですか、銀くん。くんくん。おしゃれな家みたいな匂いがするな。好きなだけ嗅いでくださいませ。もう結構だわ。いや、こいつなんか、銀くんに対してだけちょっと、気持ち悪いんだよな。サラちゃん。あ。よかった。もう、元気みたいだね。刑事さん。私たち少し急いでまして。オーケー。じゃあ、また後で。ガシューさんの見てます。怪しまれないように行きましょう。あれた廊下の方です。ちなみにだが、刑事さんの匂いを嗅ぎたい。くんくん。ムーディーなフェロモンの匂いがするにゃん。サラ姉ちゃん嗅いちゃダメわ、逃げて。ん？やばい。私は多分そのフェロモンにやられてるわ。
なるほど。この匂いを嗅いだら、誰でもこう、イチコロになってしまうというわけか。いや、道理でなんかパッと見ただけで、もう初見の時から、好きってなってたもんね。匂いにやられてたんだな。なるほどな。じゃあ、荒れた廊下行きますか？で？誰も、いませんよね。はい。他には誰も。本当にここに秘密の部屋が？急ぎましょう。本当にここに秘密の部屋、うん。本当にここに秘密の部屋があるんですか？あの、サラさん。おそらくですが、部屋に入ったら、チャンスは一度きりです。なので、一度チップをチェックさせていただけませんか？チェック、ですか？そもそもなんでナオちゃんがチップの存在知ってんのって話じゃない？はい。壊れてたら、この計画は失敗ですから。お願いします、サラさん。いやー、チップの存在を知ってるナオちゃん怪しすぎるよなー。ちょっと簡単にチップは渡せませんね。三島先生の存在をひた隠しにしているナオちゃんには、今のナオちゃんにはちょっと信頼できない。何か、おかしい。すみません、ナオさん。私のこと、信じてもらえないんですか？それは、信じてたさ。信じたいよ。信じたいから、逆に今の行動が怪しすぎて、疑いたくなっちゃう。そう。信じたいからこそ疑うって本当にそうだなと思うんだよね。今のなおちゃんはさっきも言ったけど信じられません。すみません。どうして、ですか？なんだか、いつものなおさんじゃないような気がして。私だって、ナオさんを信じたい。けど、ナオさんは、何か隠している。目を閉じて、深呼吸だ。澄んだ頭で、もう一度ナオさんを見よう。さっき、刑事さんといた時の感覚で。感じる。ナオさんの動揺を。刑事さんならどうする？どうやって心を動かす？どうやって心に触れることができる？あ、物理的に触れってこと？ちょっと、私エイムが悪いです。黙っちゃうよ。黙っちゃうよ。よいしょ、何回くらいカーソル、これ、全然連打でいいのか。なんだ。お。物理的に心を触りました。ナオさん、すべてを話してください。何のことですか？私たちはもう、ただの他人じゃありません。仲間なんです。騙されるくらいなら、同じ立場に立って悩みたい。全部、お見通しなんですね。私は、嘘をつきました。秘密の部屋なんて、知らないんです。なあ、姉ちゃん。でも、知る方法は、あるんです。どういうことですか？サラちゃん、ごめんなさい！え？ロエルのチップを奪われた。ナオさん！ご苦労様。誰だ？ご苦労様って言う人でしょ？
ソウさんしか思い浮かばないんだけど。ソウさんか、ホエミーかな。ホエミーと話してたのがナオちゃんだったっていう説ある？あ、ソウさんかい。よくやったね、ナオさん。ソウさん。どういうつもりにゃいんか。君たちこそ、この後はどういう予定？どういう意味ですか？あのさ、このチップをどうやって使うか考えてる？それは、知ってる。なぜチップのことを適当にやればなんとかなる。知らない。なぜチップのことを？待ってください。なぜあなたがチップのことを知ってるんですか？なんでだろう。不思議だね。僕なら解析できるんだよ。このパソコンで。解析だって。最低なやつにゃん。そのためにナオ姉ちゃんを利用したわ。君たちと違って、いい子だよ、ナオさんは。さあ、ナオさん。チップを僕に渡して。ナオさん。ごめんなさい。パソコンを！初めて見る立ち絵。ナオさんはパソコンを奪い、ソウさんを突き飛ばして走り去ってしまった。やっぱりこれ三島先生が絡んでるな。どういうことにゃ？待て！チップもパソコンも、どこへ持っていくつもりだ！サラ姉ちゃん、追いかけようわ。ロビーの方に行ったにゃ。ロビーの方ね。ロビーの方行きたいんだけどさ、ごめんね。ちょっと時間もいい感じなんで、今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もうまたナオちゃんがや、もう、一悶着起こしてからに。すごいね。やっぱ人間らしい子は人間らしく心揺さぶられちゃうんだわな。それがね、まあナオちゃんのいいところではあるなとは思うんだけど、もう元々心優しい子だっていうのはね、分かってるからね。いやー、これちょっとどうにかして、三島先生の洗脳を解きたいですね。ってことで、また次回、ロビーにナオちゃんを追いかけるところから始めましょう。ってことで、お疲れ様でした。バイバーイ。